北九州記念2024晴れなら S 評価逃げて 33.9 秒は強い。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編といたしますですね、北九州記念2024をチェックしたいと思います。なおですね、今回も北九州記念有力馬解説ということでございますですね、2分延長でよろしくお願いいたします。それではこちらが本日のメニューでございます。ちょっとですね、今回ね、登録馬がかなり多くなっておりますけれども、まあ、その中からね、抽選とかもあると思うんですけれども、まあ、ちょっとね、有力馬として考えられそうな馬ね、じっくり見ていきたいなと思っております。そしてですね、2つ目に過去の北九州記念外球傾向を学ぶということでございましてですね、過去5年間の北九州記念のね、傾向をまとめてみました。そして3つ目、今年の北九州記念はどんな馬を狙うということでございましてですね、過去の傾向から今年狙っておく外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。今回のね、動画でまとめましたデータガイド馬に関しましてはですね、週末出走馬が確定いたしましたら、レース前日に LINE にてお送りさせております。まあね、抽選対象の中でもね、面白かった馬とかですね、あとまあ最終要件も確認してですね、一緒に LINE 配信していきますのでね、下の概要欄からね、1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。それでは順番にね、見ていきたいと思うんですけれども、まずはエイシンスポッターでございます。昨年のね、オーシャンステークスで3着して、次戦のクラマステークスでオープンを制覇という形でございました。常にね、上がり3位内で末脚は堅実なんですけれども、展開ね、左右されてしまうというところがございましてですね、成績が安定しておりません。まあ、今年はね、距離を一旦前まで伸ばしたりしたんですけれども、前走はね、1400m 戦、これでね、4角15番手からだったんですけれども、最速の上がりをマークしての勝利でございました。距離がね、1400m だと、まあ、完全にね、足を使い切れるような感じでございましたので、ちょっとね、ベストは 1400m なのかもしれないなという感じもしております。またね、開幕週前残りでね、小回り競馬ではなかなか分が悪いのでね、馬場が渋ってほしいなーっていうところがございます。そしてこちら、カンチェンジェンガという馬なんですけれども、はい、もう A 評価させていただきました。というのはですね、この馬ね、小倉がめちゃくちゃ得意なんですね。まあ、メンバー的にちょっとね、格下ではある状況なんですけれども、まあ、小倉ではね、生涯4勝のうち3勝を挙げているんですよね。まあ、昇級戦でね、メンバーも強かった今年の春来ステークスは、勝ち馬、里のレーブの後ろ回ってきて、最後同じような足を使ってですね、前に迫ってでも、頭、首のですね、5着だったんですよね。まあ、それなりに能力としてはですね、通用していいレベルまで来てるんですよね。はい。で、まあ、この春来ステークスで勝ちました、里のレーブ。まあもう抜けてね、強かったようにですね、本当に、函館スプリントね、もう本当にね、ああ、この馬強いなと思うぐらいの競馬でございました。なので、この馬ね、このカンチェンジェンガ自体がですね、重賞で通用しても、なんだ不思議ではないんじゃないかなと思っております。騎乗したね、西村騎手はレース前のね、入れ込みがきつかったとコメントしておりましてですね、まあ、今回いつもね、走れている小倉に戻ればですね、まあ、テンション的にも落ち着いて、万全の状況で出ればですね、出番があっても不思議ないんじゃないかなというふうに思っております。人気以上にね、注目という点で、A 評価にさせていただいております。そしてこちらグランテストでございますね。成績はデビューからすべて4着以内と安定したまでございます。前走のね、3勝クラスの騎乗者戸崎騎士がですね、まあ、スタートが決まってリズムよくいけたというふうに話しておりましてですね、強いレースだったと思うと話すように、3勝クラスできっちり力を見せております。ただですね、前々走の下関ステークスなんですけれども、まあ、内枠でね、ロスなく回ってきましたけれども、外を回ったカンチェンジェンガに完敗の4着でございました。小倉への適性という部分でいきますとですね、ちょっとマイナス要素あるんじゃないかなという感じがします。そしてこちらサウンドビバーチェでございます。頬場があったりとかですね、まあちょっと幼い頃からですね、気象面がなかなかね、荒めなね、女の子でございました。まあそれでもね、まああれで落ち着くと阪神牝馬ステークスを制覇してですね、ビクトリアマイルでもね、本当に大健闘の5着と交渉したりっていうこともあったんですけれども、まあ全身規制旺盛でね、追い切りもよく動くタイプでですね、まあただそんなにか、ね、最近ね、ちょっと行けなくなっちゃったっていうところがあります。まあね、全身規制旺盛でね、本当にガンガン行くぜみたいなね、もう私についてきなさい、みたいなあれぐらいね、なんか破天荒な感じのね、時にですね、ちょっと 1200m ね、試してみてもらったら面白かったかなと思うんですけれども、ちょっとね、昨年のね、ビクトリアマイルから長くね、休養してですね、まあ、そこでちょっと気持ちが変わってきたのかなという感じがします。距離短縮時代はね、試してみてほしいなと思ってたんですけれども、現状の状況でね、流れについていけるかっていうのがですね、もうそもそも疑問かなと思っております。そしてこちらサーマルウィンドでございます。まあね、人気になるかなと思うんですけど、ちょっと野球的にはまだね、B 評価ってさせていただいてます。まあ、前夜からね、1200m に短縮して、新越ステークスを制覇しました。まあ、その前のね、トキステークスでは今年ビクトリアマイルを制したテンハッピーローブズですね、0.1 秒差の競馬で2着となっております。能力はね、間違いないんですよね。ターコイズステークスをですね、6着が 1200m 戦に参戦しましてですね、初の 1200m だった春来ステークスで、里のレーブに時計差なしの2着といきなり結果を出しております。はい。
ということはですね、まあ、里の霊部評価してるならこのまま評価していいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、今回ね開幕週で逃げ馬も揃っててハイペースなんですよね。でまだこの 1200m 実践しかしておらずですね、この激流のですね未体験、このレースにですね参戦してどこまでペースに乗れるのかなっていうところがねポイントになってくるかなと思います。まあ、ここでね一回激流をね経験してですね、結果関係なくですね次戦とかですね、まあそれからね本当に構想して大舞台とか向かっていくときにですね、かなりねこのレースの経験は生きてくるかなと思うんですけれども、ここでいきなりこのね激流に飲まれてどうかなっていうところはですね、まだ野球としては疑問が残るなっていうところでございます。そしてこちらジャスパークローネでございます。昨年はね CBC 賞ですね、北九州記念と夏のスプリント重賞を連勝しました。秋にはねスプリンターズステークス参戦して本当にねいい逃げを放つして4着に好走しました。その後はですね米国、香港、サウジアラビアのドバイとね海外遠征してるんですけれども、まあ、これによりね着順を落としております。まあ、衰えはなくてですね、帰国初戦ですけれども5月24日からですね時計計測しましてですね、6月14日には馬なりで 50.8 秒、1周前はですね何の騎手が騎乗して立東半路馬なり 51.2 秒、姉妹 11.7 秒と高度計で抜群の伸びでございます。馬自身がね終わったんじゃなくって本当にね世界の厳しいところに出ていっての結果だよということでございましてですね、馬終わってないよということでございまして評価 A とさせていただきました。そしてこちら TM スパーダでございます。この馬ね安定感ないんですけれども、逃げれたらもしかしてのやつをね持ってるタイプなんですね。現に昨年のセントールステークス、このままのペースで逃げることができてね、そのまま押し切っております。開幕週はね理想的なんですけれども、今回はね過去の対戦で先頭を譲ってますですね、ジャスパークローネが参戦ということになっております。まあこれでねほぼほぼ2番手か3番手が確定的でございますし、ちょっとねスタートから早いタイプでもないのでペースに関わらずね逃げ以外は苦戦している現状で押しづらいかなという感じはします。そしてこちら七尾でございます。はい、もう雨が降ったらねぜひ買っていただきたいんですよね。もうあのダメな R じゃなくてですねレイニーの R とさせていただきました。もう雨ねめちゃくちゃ強いんですよ。はい、1200m のね前残りのねペースでね競馬はこの前に結構しんどいかなっていう感じがするんですけれども、ベストはねやっぱね 1400m かなっていう感じがします。マーガレットステークスの上にね馬場が渋ればタフさがね必要となりますので、この馬のね構想条件になるんじゃないかなと思います。能力はねある馬なんですけれども、まあ、あの両馬場でもね頑張って3着にしたりとかいうことはですね評価できるんですけれども、やっぱりねそれからメンバーレベル上がってますので、雨でねちょっとこうサポートしていただけるとあの助かりますっていう感じかなと思います。雨が降ったらね抑えておきたい一頭かなという感じがしております。そしてこちらバースクライでございます。3連勝でね3勝クラスを突破してですね、シルクロードステークス9着だったんですけれども、オーシャンステークスはマイナス10キロと前走を増やした分を超えてですねバタを減らしてきたのに3着と好走しました。ビッグシーザーとね鼻差でそれなりにね能力はあるんじゃないかなと思われる状況ですけれども、やっぱりねちょっとこの馬体が安定しない点がね不安かなと思います。今回もね3ヶ月以上間隔が空くので調整がどうかなというところなんですけれども、1周前ですね立東のコース5波論馬台に 66.9 秒、姉妹 11.3 秒とですね、まあ、加速は良さそうで、あとはね馬体のみの心配ということでございます。なのでね評価はちょっと B までってさせていただいてですね、まあ、馬体確認必要じゃないかなということでまとめさせていただきました。そしてこちらピューロマジックでございます。はい、 S サニーでございますね。はい、えどういうことっていう感じだと思うんですけども、さっきね七尾はね雨が降ってほしいなだったんですけども、こっちはね晴れで勝負したいなっていうタイプなんですよね。まあ、とにかくねというのはですねスタートが早いんですよ。ゲート出てからがもうめちゃくちゃ早くてですね、マーガルトステークスでは七尾にね 0.4 秒差つけられて、これねもう七尾の方が完全に強いんじゃないかなと世間的にも思われたんですけれども、まあ、これね重馬場が影響してだったということでございます。スピードにね優れた馬でそれがそがれるのはマイナスでございましてですね、2戦目も重馬場で3着とね足を使いつつも勝ちきれずという競馬でございました。青いステークスではね逃げたにもかかわらず最後は 33.9 秒の足をマークしておりましてですね、まあ、2着馬3着馬とほぼ変わらぬ上がりでございます。流れずね溜めるような競馬でも足をね発揮できますということでございましてですね、まあ、展開問わずペース問わずでして最後バテずにですねしっかり足も使えるよっていう馬なんですよね。もう能力も天気も S ということでございましてですね、あの本当に S って覚えてですね、本当スーパーの S とですね、あのサニーの S って感じでございましてね、あ晴れたらこっちだなってね覚えておいていただければなと思います。そしてこちらモズメビエでございます。まあねロケットスタートといえばこの馬なんですよね。日本競馬を振り返ってもなかなかないようなねロケットスタートを青いステークスで放ったんですけれども、
その後はですね、なんかロケットスタートどころかですね、なんかもう逃げられないんですよね。ロケットどこ行ったのって感じなんですけれども、まあ、むしろね、前走の高松山記念でもですね、最高峰という感じでございましてですね、現状の走りではちょっと逃げ残るチャンスもないし、逃げる可能性もなさそうなんで、押しどころがね、見つからないかなという感じになってしまいました。評価としては G とさせていただきました。さあ、それではね、過去5年間北九州記念のね、外球傾向を見ていきたいと思います。まずは2019年でございます。1着は大名プリンセス、2着はディアンドル、3着はアンバルでございました。この年は2着のディアンドルが外球試着となっております。そしてこちら北九州記念2020年の傾向でございます。1着はレッドアンシェル、2着はモズスーパーフレア、3着はアウィルアウェイでございました。この年は3頭全て外球試着となっております。そしてこちら北九州記念2021年の傾向でございます。1着はヨカヨカ、2着はファストフォー、3着はモズスーパーフレアでございました。この年は3頭全て外球試着となっております。そしてこちら北九州記念2020年の傾向でございます。1着はボンボヤジ、2着は大聖ビジョン、3着はナムラクレアでございました。この年は2着と3着は外球試着となっております。そしてこちら北九州記念2023年の傾向でございます。1着はジャスパークロー、2着はママコチャ、3着はストーリッチでございました。この年は2着と3着は外球試着となっております。北九州記念2020年ネラノアということでございましてですね、ちょっとね、皆さんね、気づいている方もいると思うんですけれども、早いんですよ、時期が。開催時期ね、いつも8月だったのが6月に変更してるんですけれども、まあね、開幕間もないですね、開催だよっていうのは変わらないんですけれども、ちょっとね、この点ね、頭に入れておいていただければなと思います。そしてですね、外球ではノーザンファーム、シーガラキシアゲがもう圧倒してましてですね、2019年3番人気1着のディアンドル、2020年8番人気1着のレッドアンシェル、2020年10番人気3着のアビルアウェイ、2022年3番人気1着の大聖ビジョンに、2023年1番人気2着のママコチャ、2023年9番人気3着のストーンリッチという感じでございましてですね、もう人気関係なくですよ、ノーザンファームシガラキってなんかこうクラシックとかですね、本当にジャパンカップとかなんか賞金高そうなね、本当になんかメイン路線のね、そういうイメージあるかもしれないんですけども、この夏の短距離戦、めちゃくちゃね、いい感じでね、走ってますので、ちょっとね、要注意ですよ、ということでね、覚えておいていただければなと思っております。まあ、今回ね、かなりね、ちょっとね、登録数自体が多いので、まあ、最終的なね、外競馬データガイド馬に関しましてはですね、抽選突破組のね、まあ、もう可能想定してですね、そのあたりも考えてですね、出走馬が確定いたしましたら、レース前日に LINE にてお送りさせております。最新追い切りとかですね、そちらも確認してですね、一緒にね、LINE に送りさせていただきますので、下の概要欄から一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。